10レース準決勝1着となりました京都百鬼の的場千佳里選手です。よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。1着おめでとうございます。ありがとうございます。前受けからになりましたけども、作戦はどのような感じでしたでしょうか。やっぱりちょっと点数も上がっていい勝負もらえたんで、まあ、前橋ずっと2日間同様前の方からしっかりペースを上げてっていうレースがいい位置取れる基本やったと思うんで、まあ、前受けを選択しました。先の人は前受けして中段を取ってという話ですか。はい、そうですね、まあ、理想としては深谷さんの後方に置く、もしくは、まあ、深谷さんがそこに叩きに行けばそれに対応するっていうような、まあ、本当にこうラインの他のラインの思惑をしっかり読み取ってそれに対応していくかなって感じです。坂井選手が先行する形になって、まあ、関東に、まあ、2段掛けになるんじゃないかなっていう感じだったんですけども、まあ、それをしっかりと乗り越えられたっていうのはご自身の感覚はどうでしょうか。すごい、まあ、踏み込んだ時は本当にこう自分スフックの、番手から出るのも想定して早めに出た感じでしたし、まあ、深谷さんが晴れたといえどやっぱり脚力がすごいんで、もう一回後ろから、なんていうんですか、追い上げてくるかなっていうのも含めて本から行きました。まあ、佐々木選手からブロックをちょっと受けて止まるのかなって思ったんですけど、それはそこまで苦しくはなかったですか。いや、もうやっぱホームから踏み込んだ時点だけではもう酒井君がすごい戦後かかってたんで、まあ、苦しかったは苦しかったですけど、まあ、バンクの形状とかをしっかりここ2日で把握して、まあ、修正して いけたって感じです。手応えは十分あったという。はい、踏み込んだところはすごい良かったですね。では、まだ明日この後、まあ、2レースあるのでどう並ぶか分かりませんけども、決勝に向けての意気込みよろしくお願いいたします。はい、しっかり優勝目指して頑張ります。皆さんよろしくお願いします。